はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸1をお送りします。で、前回まで点と直線というタイトルだったんですが、ここから直線の方程式です。で、これもね、ちょっと続きます、しばらくね。で、その1本目です。で、しかもね、今回の4問に関しては中学校の知識で解けます。解けるんだけど、多分中学校の時にやったやり方と若干違うんです。まあ、そこもね、こう確認をしてもらえたらと思うんですが、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、でちょっと不安な問題があれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？まあ、じゃあ、早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回なんで中学校の知識で解けるかっていうと、両方とも直線の方程式を求めるのね。こっちはまあ1点分かってて傾きが分かってる。で、こっちは2点通るよっていう。で、これは中学校のやり方でやるんだったら、直線なので y イコール ax プラス b って、まあ、直線だからねってなって、傾きがマイナス3でしょ。だからまず a の部分がマイナス3って分かりますと。 y イコールマイナス 3x プラス b で、その後に x と y のとこに2、1を代入すれば b も出るよっていう、あの中2の1次関数で習った知識です、これは。それでも解けるんだけど、そうやって、まあ、1回置いてから代入して求めるではなくて、一瞬でまあ1個の式で求められるよと、そのやり方があります。それも覚えてください。で、どうやるかっていうと、まずですね、2、1を通るじゃないですか。だから y イコールなんとか x プラスなんとかみたいな形にしたいので、まず y から始めます。で、この後ろに通る点の y 座標 y で揃えてね、それを引きます。だから y 引く1なんです。いいかい？1を引くと。で、その後イコールでなんとか x が来ます。次で、 a の部分は今傾きがマイナス3って分かってるので、そこに傾きのマイナス3を持ってきてください。で、次に x ってしたいんだけど、2を通ります。あ、ごめん、2の1の、x 座標が2なんでね。2を通るから、x のところが、x-2 となります。で、後ろは無視です。これで終了。あと、これを解けばいいと。で、解いていくと、結局、y イコールにしなきゃだから、y ってするでしょ。で、マイナス3配ると、マイナス 3x。で、配ると、プラス6だよね。で、このマイナス1を右辺に移行してくるから、プラス6とプラス1で、プラス7と、これで終了となります。これをね、よく高校生に、まあ、受講生の時に教えてた時もそうなんですけど、どうせさ、これでね、あんまり苦労が変わらないんだよ、そこまで。これも楽でしょ、別に。入れて解くだけだから、慣れてるし、みんなは。だから、いや、これで解けるからいいよって言う子が多いんですけど、これね、ぜひ覚えてください。この点を通って傾きがこれの時はこの式で解けると。いいね。 y から y 座標引く、 x から x 座標引くと、これでね。で、同じように右側もやっていくと、まあ隙間あるけど一応色をね、こうまでいこうかね。次青でいきます。で、これ通って傾きが2でしょ。まず y から y 座標の方引くから引く5イコール傾き2なんで2かっこx で、マイナス3を引くからプラス3に変わるからね、こうで、あと解くだけ。 y イコール配って 2x 配ってプラス6で5を持ってくるからプラス11とね、これで OK となります。で、次なんだけど、2点通るでしょ。で、これもまあ中学校の時2つやり方ね、やると思うんですが、俺がよく使ってたのはこれをこれに代入すると、3のマイナス4をね、 xy にで、マイナス1の0も代入して連立方程式に解けばいいよっていう。それか、学校だとこの2点から傾きを求めます。まずで、求めて a が分かってから1個代入みたいなパターンもできるけどね。いいかな。まあ、それも解けるんですが、1つの式でやっちゃおうぜと。上と同じだね。で、いきます。で、今回は通る点が2つあるでしょ。で、これどっち使ってもいいです。この今から同じようにやるの、こうやって引くんですけど、どっち使ってもいい。で、まあ0の方が簡単なので、今回これ使います。で、ちゃんと書くとこっち使うので0でしょ。だから y 引く0です。書かなくていいんだよ、本当は。一応ね、説明書書きますけど。で、次にここに傾きが来ます。
さっきは傾きマイナス3とか2って分かってたからすぐ使えるんですけど、まあ分からないと。で、傾きに関しては、これ中学校の時にね、傾きとか変化の割合同じでしょ。で、その公式使うと、x の増加量分の y の増加量です、傾き。x の増加量分の y の増加量。だから、これもちゃんと書くとこうなって、どっちから引いてもいいです、これは。どっちにしようか。こっちから引いてみようか。で、まず x の方ね。マイナス1引く3。ちゃんと書きます。マイナス1引く3ね。で、これも y もこっちからこっちを引くので、0引くマイナス4。で、一応プラス4に変えちゃおうか。これが傾き。x の増加量分の y の増加量ね。どっちから引いても OK です。で、傾きが分かったからさっきと同じ。カッコ x。で、座標今度こっちだよね。マイナス1だからプラス1となります。引くからね。で、あとこれ解くだけ。で、なんで0が言うと簡単かっていうと、これ0消えるから、左辺ももろに y なんだよね。で、この部分がマイナス4分の4だからマイナス1。それ配ると、マイナス x、マイナス1か。これで終了となります。で、これはそのね、この引くものは3とマイナス4。こっち使ってもいいです。もちろん。同じ答えになるからね。ただし、3と0とかで引いちゃダメです、この部分。必ず同じ括弧、まあ同じ点のね、x 座標、y 座標をセットで使ってください。で、最後も同じようにやっていくと、じゃあ今回は、あえて大きな数字の方を引いてみようか。こっち使ってみようね。y、マイナス7です。こっち使います。本当はこっちの方がいいんだけど。イコール。で、変化の割合出さなきゃいけないので、こっちからこっちを引こうか、今度は。で、x 座標は 3-1。ちゃんと書くと 3-1 分の 7-3 です。で、括弧 x マイナス、こっちの座標を使ったから3なんで、こうと。で、y イコール、この部分が、2分の4だから2か。で、2を配ると 2x。で、2を配るとマイナス6なんだけど、7連れてくると。プラス7なんで、プラス1と。ね、こんな感じで求めてください。なので、さっきもね、ちょっと話をしたんだけど、中学校で覚えた知識を捨ててって話じゃないの。いい？それと、プラス、こういう技があるんだよっていうのを増やしてほしいんです。技と、まあ、バリエーションとしてね。いいかな。で、これをこの後もよく使っていきますので、ね、しっかり覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の直線の方程式丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2なんですけど、次がね、平行な直線と垂直な直線、まあ、それを求める問題をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もちろん今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。